皆さんこんにちは。今日はビーズの半襟を使った、コーディネートをご紹介します。それではどうぞ。はい、皆さんこんにちは。今日はビーズの半襟を使って、着ていきたいと思います。でこれはすごく重宝していて、なんか主張しすぎずやっぱり、キラキラしていてすごくいいです。で今日着るコモンなんですけども、黒白のこういうお花柄で、白が多めなので、ちょっと同じ白黒のやつをたくさん持ってるんですけど、これはこれで白が多くて、華やかな帯も映えてとてもいいと思います。まずお尻にこの襟を当てて掛け襟を合わせたら羽織ります。で今日も、お寿司教室なので洗える着物です。でここで掛け襟をきっちり合わせたら、紐のクリップを後ろに2つつけます。で一旦襟をぐっと後ろの、襦袢をきっちり引いて、ここを開かないようにします。そしてずっとたどって、で裾の長さを合わせます。でだいたいこれぐらいで横もきっちりできてるなと思ったら、ここをぐっとシワのないように上げて、そしてかぶせます。で長さと幅を確認できたら着物ベルトをします。やっぱり着物ベルトの方がとっても早いですし、ご飯を食べるときにきつくないのでやっぱりいいと思います。でちょっと左を私は斜め上にすると、あとでまっすぐにできます。で後ろから二つ口から手を入れてトントンとします。そして一番体に近い方のシワを取って、でここで襟をきれいにしていきます。でここの耳の下で5ミリぐらい出します。5ミリぐらい出して、でまず右側から、で左で右側をピッと持ったら三角に折り上げます。でそして左側もここを5ミリ出したら、こんな感じで OK だったら、これで胸紐をかけていきます。ここがきっちり揃っているので大丈夫だと思います。で胸紐をかけます。で胸紐はあまりきつくならないようにします。どうでしょう、このキラキラしてて可愛いですよね。ただの白襟よりもやっぱりビーズの方がすごく、華やかで、でも主張しすぎずに着れていいかなと思います。で夏なんかはここのビーズがひんやりしててとっても、気持ちいいんですね、暑い時に。であとやっぱり汚れにくいと思うんですね。でこのまま一応洗えますし、不安な方はもちろん取って洗ったらいいと思うんですけども、でそして横のシワを取っていきます。そしてお箸よりをこう下に引いておきます。ハの字に引きます。でこれで今日は伊達締めを赤にします。苦しくないようにどっちかに寄せてやります。で長さの確認なんですけど、こう帯が片手半分あって、あとお箸折りが 7-8cm で、もしここで長いなと思ったら少し上げてもいいと思います。でも今日はこれで OK なので、このままやっていきたいと思います。でこれ M サイズなんですけど、ちょっと最近のは大きめっていうか、なんか M でもなんかほとんど
L に近いような気がします。でここまでできたら着物が着れたので、また回る帯糸をつけていきます。でもこれなんか本当に2個目なんですけども、もうだいぶ割れていて、なんかやっぱり割れやすいんですよね。もうまあ使えてるのでできるだけ長く使いたいと思います。でこれで着物が着れたので、今日は半幅帯なんですけども、チョコさんっていう作家の方のバタフライの半幅帯を巻いていきます。でかなり長めなので、今日は ボリュームが結構出ちゃうので、スカーフとかなしでこの帯単体でやっていきたいと思います。でこれで三重仮紐がつけられたので、でこれなんですけども、本当に可愛くって柔らかくってお気に入りなんですけども、今日は紫の方ですね、こっちは紫がなくって、こっちは下に紫がダーッと入ってるんですけど、これを巻いていきたいと思います。で紫を上にして、でこれをちょっと手先をどけておいて、自分が回って、で左手で手先を持って右手グッと締めます。でこの時に後ろの帯がねじれていないか確認できたら、この右側を斜め上に折り上げて、で左を上にして、手先を上にして一結びします。であまりきつく結ばなくても取れないと思うので大丈夫です。でここまで来たら、これを三重仮紐の一番奥と2番目に入れます。でこれが1枚目なんですけども、ここからはこっち向きでもいいですし、こっち向きでもいいので巻いていきたいと思います。で広げて、で今日は下からこのお箸よりのちょっと上ぐらいにしますね。1枚目で上まで来たら、襟の交わったところのちょっと上ぐらいで、今度は下は1枚目よりちょっと短いぐらいじゃないと隠れて見えなくなっちゃうので、で上側は1枚目より長く取ります。そうするとこうやった時に重ならないで見えるので、なので下はいつも短め、上は長めにします。でそしてここまで来たら、これはこんな感じですね。でこうで、あとの今折れたのを2枚目と3枚目のところに入れちゃいたいと思います。これいっぺんにガサッと入れて、で入れたらこの羽を広げていきます。で結構長いので本当にスカーフなしでもボリュームが出ますよね。かなりすごいと思うんですね。でもとはいうもののこのピンクのゴムを隠したいので帯揚げを入れていきたいと思います。で帯揚げなんですけども、今日はピンクのストライプ、斜めストライプを使います。3分の1に折って、さらに2分の1にして6分の1にします。6分の1にできたら、このピンクのゴムを隠すようにして後ろで仮結びします。で帯の上で仮結びします。ここは軽くで大丈夫です。これができたら、この帯の上を右手で持って、左手で後ろの2枚を持って、
時計方向に左から右方向に回します。で、今帯が真ん中に来たなと思ったらぐっと前に引きます。で、今日は仮紐は結び直さなくても大丈夫そうなのでこのままいきたいと思います。で、まず右側から横が綺麗になっているかを確認してこんな感じですね。で、まっ6分の1に折った状態のものをここで留めます。で、こちらもゴムが隠れているかどうかを確認して、で、左を上にして下から上に引き上げます。で、前に倒します。で、ここの結び目がきっちりなってるかを確認して、シワがないかを確認してピンを外して4の字にします。そしてこれを穴に入れて、で、じわーっと引きます。で、そうするとここがまっすぐのままできます。で、この端は3分の1、3分の1ぐらいに折って、体と帯の間に入れていきます。こちらも3分の1、3分の1にして、で、こんな感じですね。ピシッとなっててシワがない状態にできました。で、今帯のシワを、帯の下のシワを取ります。こんな感じですね。で、お箸よりをハの字に引いて、で、横にシワを伸ばす、流して、で、いらないクリップを取って、で、最後このこれもチョコさんの帯締めなんですけども、すっごく可愛くってお気に入りです。で、これ M サイズなんですけども、ちょっと私には大きすぎるので間でくくって短くしています。で、これをこんな感じで結んでいきます。で、結構きつめにしないと緩んでくるので、ぐっと引いて、で、このアクセントが真ん中じゃなくって左か右に来るようにして、今回左にします。で、これでぐっとやって、ほんときつめにして、ちょっとツイストしてからリボン結びにします。こんな感じですね。ちょっとこんな感じ、これがど真ん中じゃなくて左に来た感じにします。で、完成。いかがでしたでしょうか。これからも皆様のお役に立てるような情報をアップしていきますので、チャンネル登録の方、高評価ボタンの方よろしくお願いします。それでは、さようなら。